田中さんはどの人ですかあの田中さんってどの人ですかあああそこで4,5人の人が話してるでしょその中にワイングラスを持った女の人がいますねその隣の男性ですよ口ひげのあるあああの鼻の下にひげのある人ですかあの田中さんってどの人ですか あああそこで4,5人の人が話してるでしょその中にワイングラスを持った女の人がいますねその隣の男性ですよ口ひげのあるあああの鼻の下にひげのある人ですかあの田中さんってどの人ですかあああそこで4,5人の人が話してるでしょその中に ワイングラスを持った女の人がいますね。その隣の男性ですよ。口ひげのある。ああ、あの鼻の下にひげのある人ですか。田中さんはどの人ですか。四番です。女の人の息子が描いた絵は、 どれですか息子が幼稚園で帰ってきたんだけどこれが私の顔だってふん下の大きい四角それは何これはねマスクのつもりなのよ。じゃあこの三角はこれはメガネなの。本当は丸いんだけどね髪のリボンが可愛いいでしょう。 息子が幼稚園で描いてきたんだけど、これが私の顔だって。ふーん。下の大きい四角。それは何？これはね、マスクのつもりなのよ。じゃあ、この三角は？これはメガネなの。本当は丸いんだけどね。髪のリボンが可愛いでしょう。う息子が幼稚園で描いてきたんだけど。 これが私の顔だって。ふうーん。下の大きい四角。それは何。これはね。マスクのつもりなのよ。じゃ。あ、この三角は。これはメガネなの。本当は丸いんだけどね。髪のリボンが可愛いでしょう。女の人の息子が描いた絵は。どれですか。 4番です男の人が見たのはどの人ですか今朝の電車でね、足をこう大きく開いて座っているのがいてさその足の長いことったら混んでたんでしょうそうなんだよそれでその足の間に大きなバッグを置いてんだから迷惑な話だよ 私も満員の電車で新聞を広げて読んでる人を見たことがありますけど今朝の電車でね足をこう大きく開いて座っているのがいてさその足の長いことったら混んでたんででたしょそうなんだよ。それでその足の間に大きなバッグを置いてんだから迷惑な話だよ。 私も満員の電車で新聞を広げて読んでる人を見たことがありますけど今朝の電車でね足をこう大きく開いて座っているのがいてさその足の長いことったら混んでたんででたしょそうなんだよ。それでその足の間に大きなバッグを置いてんだから迷惑な話だよ。 私も満員の電車で、新聞を広げて読んでる人を見たことがありますけど。男の人が見たのはどの人ですか二番です。男の人はどの人ですか毎日プールへ行ってるんですって。ああ、太ってきて。 お父さんは首がないなんて娘に言われたもんだから。そう言われれば。腹もこんなに出てきたしね。でも気持ちいいよ、泳ぐのは。毎日プールへ行ってるんですってああ、太ってきて、お父さんは首がないなんて娘に言われたもんだから。そう言われれば。腹もこんなに出てきたしね。でも気持ちいいよ、泳ぐのは。 毎日プールへ行ってるんですって。ああ、太ってきて、お父さんは首がない、なんて娘に言われたもんだから。そう言われれば。腹もこんなに出てきたしね。でも気持ちいいよ、泳ぐのは。<noise> 男の人はどの人ですか三番です。 男の人は普段会社でどんな格好をしていますか大山さんの会社は服装は自由なんでしょうん特に僕の仕事はコンピューター相手だからね上着は着ないな入社当時は派手なピンクのシャツとか柄のシャツを着てたんだでもなぜかだんだん地味になっちゃったネクタイは 営業の社員はきちんと占めてるよ。大山さんの会社は服装は自由なんでしょうん。特に僕の仕事はコンピューター相手だからね。上着は着ないな。入社当時は派手なピンクのシャツとか柄のシャツを着てたんだ。でも、なぜかだんだん地味になっちゃった。ネクタイは営業の社員はきちんと占めてるよ。 大山さんの会社は服装は自由なんでしょうん特に僕の仕事はコンピューター相手だからね上着は着ないな入社当時は派手なピンクのシャツとか柄のシャツを着てたんだでもなぜかだんだん地味になっちゃったネクタイは営業の社員はきちんと閉めてるよ 男の人は普段会社でどんな格好をしていますか。四番です。男の人が買ったのはどれですか。ゴルフ始めようと思うんだ。で、まずシャツを買わなくちゃ。この無地のはどう。すっきりしていていいじゃない。それよりもこっちだな。上だけ無地で。 下は横の島。袖にも同じ色の線が入っているし。ゴルフ始めようと思うんだ。でまずシャツを買わなくちゃ。この無地のはどうすっきりしていていいじゃないそれよりもこっちだな。上だけ無地で、下は横の島。袖にも同じ色の線が入っているし。ゴルフ始めようと思うんだ。 でまずシャツを買わなくちゃこの無地のはどうすっきりしていていいじゃないそれよりもこっちだな上だけ無地で下は横の縞袖にも同じ色の線が入っているしそれもいいけど縦の縞もいいね痩せて見えるよ派手じゃないか派手って言えば派手だけど うーん、じゃあこれにすればさっきのと同じだけど袖に線が入っていないの。あんまり派手じゃないしそうだな。それもいいけど縦の縞もいいね痩せて見えるよ派手じゃないか派手って言えば派手だけどうーんじゃあこれにすればさっきのと同じだけど袖に線が入っていないの。 あんまり派手じゃないし。そうだな。男の人が買ったのはどれですか。四番です。机はどう並べますか。会議の準備をしたいので、手伝ってくれませんか。いいですよ。机を並べるんですね。ええ、そうなんです。 机を4つ使って正方形にしたいんですこうですかうーん、でもちょっと狭いですねそうですね、これじゃちょっとねじゃああと2つ使って長方形にしましょうあ、いいですね会議の準備をしたいので手伝ってくれませんかいいですよ、机を並べるんですねええ、そうなんです 机を4つ使って正方形にしたいんですこうですかうーん、でもちょっと狭いですねそうですね、これじゃちょっとねじゃああと2つ使って長方形にしましょうあ、いいですね会議の準備をしたいので手伝ってくれませんかいいですよ、机を並べるんですねええ、そうなんです 机を四つ使って正方形にしたいんですこうですかうん、でもちょっと狭いですねそうですね、これじゃちょっとねじゃああと2つ使って長方形にしましょうあ、いいですね机はどう並べますか 四番です女の人が送る写真はどれですかもうすぐ卒業だよ思い出にクラブの写真が欲しいな写真ならたくさんある8月にキャンプに行った時のはどうああ,あの小さい木の前で撮ったのそう私たち二人が並んで立っているのあれを送るわ もうすぐ卒業だよ。思い出にクラブの写真が欲しいな。写真ならたくさんある。8月にキャンプに行ったときのはどうああ、あの小さい木の前で撮ったのそう。私たち二人が並んで立っているの。あれを送るわ。みんなで写ってるのがいいな。そう。じゃあみんなで木の前に座ってるのにする でもテントが入ってないよテントが入ってる方がいいなじゃあ私たちが立ってて他の人は座ってるのを送るありがとうみんなで写ってるのがいいなそうじゃあみんなで木の前に座ってるのにするでもテントが入ってないよテントが入ってる方がいいなじゃあ私たちが立ってて 他の人は座っているのを送る。ありがとう。女の人が送る写真はどれですか四番です。犯人はどんな格好をしていましたか犯人はどんな顔でしたかさあ、 黒いメガネをかけてマスクをしていたので見えませんでしたどんな服装でしたかえっと靴以外は上から下まで黒っぽかったですというと靴は白い運動靴でした他に特徴は左手に大きい時計をしていました袖が短かったそうだ半袖だったんだ 犯人はどんな顔でしたかさあ、黒い眼鏡をかけてマスクをしていたので見えませんでした。どんな服装でしたかえっと、靴以外は上から下まで黒っぽかったです。というと、靴は白い運動靴でした。他に特徴は左手に大きい時計をしていました。 袖が短かった。そうだ、半袖だったんだ。犯人はどんな顔でしたかさあ、黒いメガネをかけてマスクをしていたので見えませんでした。どんな服装でしたかえっと、靴以外は上から下まで黒っぽかったです。というと、靴は白い運動靴でした。 他に特徴は左手に大きい時計をしていました袖が短かったそうだ半袖だったんだ犯人はどんな格好をしていましたか4番です。女の人が、 花火大会のポスターについて話しています。どの絵にしましたか花火大会のポスターの絵、決まったうん、まだ。候補は4つあるんだけど。わあ、これ綺麗ね。夜の空に花火がパーっと大きく開いて。うん。でも、僕たちのやる花火は手に持つでしょこれだと、 なんか嘘をつくみたいだよねそっかこれは花火を持っているけどうーんでもちょっと寂しい感じなんだよなこっちの絵の方はどう光っている火だけ強調したのはなかなかいいんじゃないそう一つだけ大きくして周りに三つか四つ小さいのがある全部小さいのよりいいと思ううん 絶対こっちの方がいいじゃあこれにしよう花火大会のポスターの絵決まったうん、うん、まだ候補は4つあるんだけどわあ、これ綺麗ね夜の空に花火がパーっと大きく開いてうんでも僕たちのやる花火は手に持つでしょこれだとなんか嘘をつくみたいだよね そっか、これは花火を持っているけど。うーん、でもちょっと寂しい感じなんだよな。こっちの絵の方はどう光っている火だけ強調したのはなかなかいいんじゃないそう一つだけ大きくして、周りに三つか四つ小さいのがある。全部小さいのよりいいと思ううん、絶対こっちの方がいい。じゃ、 これにしよう。女の人が花火大会のポスターについて話しています。どの絵にしましたか一番です。